スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、トモとリエコのものづくりサポーターズ。はい、こんにちは。こんにちは。いよいよ12月分、今年も最後で、最後の最後で、やっぱり来ちゃうんですよね。最後が早いですよね、あっという間の。そうなんですよ。なんか困るんですか？困ります。どうして？やっぱりこの年になってからの1年っていうのも、なんか知らないけどすごく大きな1年になってきて、でも代わりに過ぎるスピードは速くって、はい、そこに起こる差が大きくてみたいな、その差に戸惑いが隠しきれないみたいな、何を喋ってんだかよくわかんないですけど、まあそんなこんなで、はい、この番組もね、本当に長く続けられてるのも、はい、ゲストの皆様のおかげだと思いますけれども、まあ、今回もね、前回に続いて川田さんにお話聞きますけど、今日ちょっと面白い話をね聞きできるんじゃないかなって思いますので、はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは今年最後のということで、はい、トモとリエコのものづくりサポーターズということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。トモとリエコのものづくりサポーターズ。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。トモとリエコのものづくりサポーターズ。はい、それでは早速本編に入りたいと思いますけれども、はい、前回に引き続き、はい、ゲストの川田さんなんですけども、改めましてご紹介いただけますでしょうか。はいはい、有限会社川田製作所副社長川田俊介さんにお越しいただいております。はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。前回ね、仕事の話とか、まあ、あと継がれた時の経緯とかっていうのはお聞きしたんですけれども、うん、川田さんの会社ちょっとホームページとかをね、はい、拝見すると、実はこう、まあ、前回もちょっとおっしゃってたんですけど、環境を作るっていうのをちょっと仕事にされてるのかなって、うん、会社がみんなが働きやすいとか、うん、いろんな人が働いてくれるとか、まあ、その中で社業としてやることをやっていけるっていう部分での視点がね、うん、どうもやっぱりものづくりだとかっていうんではなくて、うん、かといってなんだろうな、営業だっていう部分でもなくて、うん、そこら辺にこう僕から言うと落とし穴っていうふうにもちょっと思うんですね、うん、製造業に入ってまして分野が違ってっていうと、うん、まずものづくり知らないでできないとか、例えばもうその売り上げ下がっちゃった時に入ると仕事を取ってこなきゃとかっていう目先のね、うん、ことにとらわれて、そこに入ると実はすごい時間と労力取られて、うん、まあ、あとでスタートしてるから、結局ものづくりのところってその工場で働いてる人の能力を上回るなんていうのはもう全然無理な話になってきたりすると、うん、何のために入ったんだろうっていうことにもなりかねないと思うんですけども、うんうん、まあ、そんな中でちょっと視点を違って持たれて、その環境っていうことを多分すごくこう重きを置いて活動されて今に至ってると思うんですけども、まあそんな中で環境という中で川田さんが思われている重要、自分が今までやられてきたことでもいいんですけど、どんなことにこう重きを置いて何をされてきたのかなっていう部分、そうですね、取り組み何かこう始める時の動機みたいなとこからお話すると、はい、まあ、自分がそういう、まあ、継がなきゃいけない環境で、うん、親の会社を継ぎました、うん、でそれを、何のために継いで、この会社を何で経営するのかみたいな話も、うん、まあ、もやもやしてて、はい、で
何のためにまあもったいないと思ったから継いだんだけど、うん、これさ、まあ、これから先考えるとそれだけのモチベーションではなかなか続かない中で考えてた時に、小田原という、まあ、ちょっと地域性のある地域だったので、まあ、そういうところのいろんな社長さんとかとお話しするとやっぱ地域のためにこう仕事を事業やってるって会社さんがすごく多かったんですね。でそういったところからこう地域貢献っていうことが、まあ、会社の事業目的の一つだっていうふうに、思ったんですね。でそう思った時に、何ができるかって考えると、一つは、まあ、雇用して地元の人を雇用するってことが大事 でどうせ、雇用するんだったら、もっと今よりもいい雇用がしたいと思って、それを自分 の取り組みのテーマとして、まあ、それを環境という形で、まあ、労働環境とかそういう意味で、整えていったっていうのが取り組みのスタートですね。その時にこう、まあ、高齢の方も障害のある方も、まあ、いろんな人が働けるような、会社に作れたらいいなと思って、まあ、ここ4年ぐらいですかね、そういう取り組みをしている。でもなんかちょっと僕にするとすごいいきなり感があるんですよ。その労働環境って言っても、こういきなりその高齢者とか、そういう意味でハンディキャップっていうところに行くよりも、まずこう普通の状態でもその働く環境って整備し、まあ、されてないケースとかが多い中で、結構いきなりそこに行かれてるんですかね。まあ、いきなりではなくてやっぱり延長線上だと思ってるんですけど、うちの場合私が入社した時に、まあ、14人ぐらいの会社なんですが、うち12人は55歳以上というで、私が若手から2番手っていう40歳で入社して、若い方から2番手っていうか、55歳以上がほとんどなので、もうすでに高齢化してる組織 でこの人たちにこれからも、まあ、働く希望があれば長く働ける環境を作っていこうと思うと、それが結果として高齢者雇用になっていく。その何ですか、採用で新たに高齢者の方を雇うわけですよね。高齢者の方の場合は結構続けていってもらった結果、高齢になられてるって方が多くて、うちの最年長は今79歳、素晴らしいですね。42年働いてくれて、私が、保育園の頃からうちの会社にいるっていう。すごい、そういう方やっぱり年齢それながらだんだんこう重ねていくとちょっと疲れやすいとか、勤務時間を減らすとか、何かその工夫があるわけですか。ありますね、やっぱり体の不調が原因で、はい、まあフルタイムでは働けないって方が多いので、うん、それはまあその希望を聞きながら、はい、例えばパートタイムにしたり、はい、まあ、週の働く日数を5日ではなくて3日にしたり4日にしたりなんていう調整をしながら、うん、まあ、働ける形で続けてもらっていくと、うん、そうするとまあ79になってもなんとかこう頑張ってくれて、うん、でも仕事は超一流なんですよ。検査員で仕事してるんですが、79でも若者には全然負けないっていう、もうプライドも持ってやってくれてるので、例えばものづくりをしてる現場で高齢者をパートタイムとかこう時短みたいな環境にすると、まあうちなんかはもう本当そういうとこあっちゃうんですけど、あの人しかできない仕事とかっていうふうに、まあ、なりがちになってると、やりたくてもそっちの方でできないとかっていう問題はなかったんですか。ありますよね、その状況として誰々さんしかできないという状況はあるんですが、まあ、それをだからそれが良しとしないというか、それを変えることが大切だよということはみんなで話し合ってこう言ってるので、じゃあその、できる人は今できない人に教えてあげるとかですね、そういうのをそれを仕事にしてもらうとか、そういうことをやっていますね。ということはやっぱりある部分で言うと、まあ、若い人たちもこの会社はああいう形で長く働ける会社なんだっていうコンセプトみたいなのが共有、まあ要は高齢者もそうですし、部分で共有されてるところまで行ってるってことですよね。と思いますね。そうですよね。ですので、いくつになったら辞めなくちゃいけないみたいな雰囲気は会社にはなくて、定年
っていうのはあるんですか、規則上の。規則上はあります。ただ60歳、60歳定年の65歳継続雇用っていう形が、あの就業規則ですが、まあでも79って言ったらそんな就業規則がないんだなって感じですよ ね、 ですね。希望すればある程度こう相談次第で認めてもらえるということですか。はい、いやそうなの、まあそれは、こうすごくすごいなって思うんですけど、うん、やっぱ それって実現できるのは働く側もそうしたいって思わなかったら79までいないじゃないですか。あとまあその他の人もね、それでそれをちゃんと受け入れるっていう環境はやっぱりあるんだと思うんですよね。その他にもあの女性だとかあのハンディキャップの方とかも採用されてるじゃないですか。はい、その人たちはどういうふうにこう技術を伝承したりとか、職場のその輪作りっていうんですかね、コミュニケーションはどういうふうに取っていく、何かこう努力みたいなのはなさってるんですか。外国人の話をすると、はい、外国人の方が初めて入社したのが4年前ですね。はい、でその頃から、技能実習生っていうあの3年間だけ日本に来るっていう制度を使ってベトナムから、受け入れて、でそれとは別にたまたま国内というかあの地域で求人広告を出したら、まあ、外国の方が応募してきた、まあ、その2パターンで入社してきて、はい、まあ日本語ができるんだけど、まあ、十分ではないので、最初は結構トラブルというか、はい、あのリーダーが、こうやってこういうとこ気をつけてやってくださいねって伝えたつもりで、本人もはい分かりましたって言ってくれるんだけど、出来上がってみたら全然違うものになってたとかですでそういうのをやっぱりもそういうのを何回かあの、やってると、まあ、リーダーの方もコミュニケーションの仕方スタイルが分かってきて、はい、あの分かった分かりましたかって聞いただけじゃダメなんだ、必ず分かりましたって言ってくれるんですけど、はい、実際分かってないので、だからもう一回説明してみてって説明してもらうようなコミュニケーションに変えたり、そんであの、まあ、本人たちがの成長もありますし、あの、はい、こちら側の伝えたい側の人間の成長っていうのもすごく促されるっていうかですね、そういうところありますね。まあ、日本人同士だと、まあなんとあうんの呼吸でやってくれるところがなかなかできない分、はい、はっきり伝える力っていうのが、あの鍛えられるっていうか、そういうのはあると思います、ね。ただその分かった分かったっていうのは日本人でも起こりますよ、ね。分かったつもりが全然違うところだったっていうのありますよね。その前回で教えていただいたあの仕組み作りですよね、川田さん力入れてきた、そこにその外国の方でも馴染みやすい、なんかこうマニュアルだとかあの仕事の進め方の何ですかフローみたいなのをやるとか、なんかそういうこともやってらしたんですか。そこはあの、外国人の方のためにやってるっていうだけじゃないんですが、はい、あのまあ、5Sで、例えば置く場所を表示するとかっていうのも、あの一つだし、作業手順書を作ったりするのも一つですが、はい、まあ、そういった活動はあのそういったコミュニケーションがちょっと、難しい人でもこう、仕事に入りやすい土台にはなってると思いますね。うん、あとあれですよね、その根付くというか会社として存続させるにはやっぱりその独自の力をつけていきたいじゃないですか。例えばベトナムから3年いらっしゃって、で3年間は人手があって助かるけど戻っちゃったらどうしようとか、高齢者の方も突然ちょっと体調不良になられたらどうしようとか、そういうのをきちんとこう常に安定させる方法っていうんですかね、なんですかねあの、はい、高齢者の方が辞めちゃうかもしれないとか、はい、そういうのはやっぱり思いますし、まあ、実際そういうことも起きますし、うん、はい、外国人の方も3年経てば帰りますし、ただまあ高齢者の方が退職するっていうのも、うん、若い人入れても何年かで退職してしまうこともあるので、うん、はい、あの理由が違うだけで、同じぐらいのものかなっていうふうに思ってるし、まあ、60歳になっても79まで働ければあと19年も働ける人たちなので、はい、そこら辺はあんまりリスクだとは思ってないっていうのはありますね。でもやっぱりそういう、こう雇用体系を支えてるのはやっぱ仕組みなんですか。その 5S もそう、まあ、仕組みって言っちゃうとちょっとこう語弊が出ちゃうかもしれないですけど、うん、やっぱりそこの会社の中にいろんなところに多分
いろんなものが作られてると思うんですけど、うん、そういうものがあるからこそこう障害者の方とか外国人の方とか女性の方とかの力を使える環境になってる、うん、環境で言うと、うん、まあ、なんか片方で言うと仕組みだと思うんですけど、うん、もう片方は文化とか組織文化とか風土みたいなものが影響していると思いますね。そのそういう人が働きやすい雰囲気の職場とか、うん、そういうところはあって、でそれはうちだったら障害のある方とかが入社したことでそういった文化がより深まっていく、うん、あるいは外国の方が入社したことで、異文化同士で対立することもあるんだけど、またそれを受け入れる文化が深まっていくっていうような、そういう作用がいろいろ起きてると思いますね。でも川田さんが入られる前はそんなことはなかったんでしょ。高齢者は、高齢者は結果としてみんな高齢者になっちゃってたんだと思うんですよそれは。じゃあその本当に入社されて多分ここら辺の文化っておっしゃいましたけど、それはもう川田さんが多分作られてきたですよね。働きやすい職場っていうのがうちの会社のいいところだと思ったんです。うちの父が作った組織を見た時に、まあ、社員をまあなんか無知を働かせるんじゃなくて、うん、こう社員のためにこう会社もこうできることをやって、会社も社員も会社のためにやってくれてるっていうところがあったので、それはベテラン社員だから余計そういう気持ちが強い職場だったんだと思うんですが、まあ、そこがいいとこだと思ったので、そのいいところをさらにこう伸ばせていけたらいいなと思います。で決してその若、まあ、いわゆる一般的に求人出しても若い子たちが来ないとか、はい、そんなことはなかったんですか。まだここ 2,3 年はあんま来ないんですけど、うん、その前は普通には来てましたよね。求人はどちらに、ハローワークのようなところ、それとも専門のそういうサイトで出してみたりとか。ハローワークが多いですね。 あとは地元の結構地元の求人広告みたいのもエリアだとよく見てもらえる、チラシに入るようなものですね。あ、そうです、織り込みのですね。あれで来るんですね。いや、なんとなく私意地悪な質問しちゃったんですけど、うん、まあ、いわゆるこう障害者とか外国人にはね、うん、日本人がとかの若い子取れないからっていう、うん、代替えとか代替しょうがないからっていうパターンは結構正直あったりすると思うんですけど、うん、やっぱりそういうちょっと質問をしてみたら、やっぱ川田さん違うんですね、うん、そうじゃなくてやっぱりある部分どっちでもいいじゃんって、うちに来てくれて働いてくれてずっといてくれるんだったら別に選んでるわけじゃないよっていうスタンスなんだなっていうふうに感じたんですね。でむしろそうじゃないと多分障害者の方とか外国人の方とか、そういう、まあ、いわゆる現状でいうとマイノリティ、女性もそうだと思うんですけどね、たちがこう働きやすいっていうのは絶対思ってくれないと思うので、その川田さんのおっしゃる働きやすいっていうのは、何でしょうね、具体的にはその雰囲気っていうのはあると思うんですよ。仕組みがちゃんとしてるとか、あとはどういうところが働きやすいんですかね。結構難しいんですけど、はい、なんかトラブルはいっぱい起きるんですよ、うん、結構いろんなトラブルが起きて、はい、そのトラブルに対して、それが続ける力みたいなものが、組織に持てるかどうか、それを受け止め続けられる組織であれば、それが働きやすい職場になっていくのかなというふうには思います。どういう種類の例えばトラブルとは、例えば社員の人同士が喧嘩して仲悪くなっちゃうなんてことがあったりするんですよね。前だとベトナムから一緒に来た2人の方が仲悪くなっちゃって会社でも一緒で家でも一緒で2人なんですけど、仲悪くなっちゃって口利かなくなっちゃって、それでその2人にと仲のいい社員もその派閥に分かれちゃって、会社を二分する大きな戦いになっちゃったことがあるんですけど、それ十何人の中でそれが起きるとちょっと空気が悪くなります。空気が悪くなってね。それをこう、まあ、なんとか超えてったんですけど、まあ、それを超える中で2人とも大切にするっていうことを会社としても示して、まあ、それに従業員も賛同してくれて、最終的にはまあなんとかこうなったっていう話なんですが、そういう時はじゃあ川田さんが主導というかこう仲裁というか、そうです、仲裁役をしますああ適任な感じがしますね、うん、やっぱり多分変わらないんでしょうね、この多分語り口も、
こうなんていうのどっしりっていうか、決してこう声を荒げるわけでもないだろうし、こうなんかおべっちゃら使うわけでもないだろうしっていうところが多分あるんだろうなっていうふうに思うんですけど、はい、ちょっとまた前半早いですけど、一回ちょっとここでね、休憩を入れさせていただきたいと思いますので、後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。トモとリエコのものづくりサポーターズ。オンネ株式会社は女性の社会進出を応援し、新たな顧客の創造を実現しています。人を感動させる教育制度、お客様を感動させる商品、働く人が感動する職場、18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し、地域の活性化に貢献します。オンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店も募集しています。トモとリエコのものづくりサポーターズ。はい、後半ですけれども、まあいろいろちょっと面白い話はねお聞きできたと思うんですけど、まあやっぱり私としてはそんなにいろんな多様な人材を使って、やっぱりビジネスですから、はい、やることやらなきゃいけないと思うんですけど、ちなみに今社員数全部で20名で、そのうちの外国人の方、まあ、今3人です、ね、3名、うん、で、あとまあ例えば障害者の方っていうのが5名います、ね、で女性の方が、延べで8人です、ね、8名で、一番最初にお聞きしたやっぱ高齢でベテランの方っていうのがまだいらっしゃると思うんですけど、ちなみに65歳以上っていうふうに言うと6名ですかね。ちょっとこの数字をこう聞くとある分ちょっと驚愕しちゃうんですけども、こう65歳以上ってっていう、こう方々っていわゆるもう戦力っていうふうに、まあ、なかなか会社側も見なくなっちゃうとか、はい、まあ、事実見られなくなっちゃうとか両方のことはあるんですけど、はい、まあ、それ以外に外国人の方、障害者の方、まあ、こういう組織をどういうふうに本当に回されてるのかっていうのが非常にこうお聞きしたいんですけども、はい、何かこう秘密というか秘訣というか、組織のこう回すっていうことと、はい、あともう一つやんなくちゃいけないのは継承していくっていうか、はい、若い人に、はい、まあ、権限移譲しながらその人を育てていくっていうことを、うん、まあ、同時にやっていかないといけないで、はい、うちの場合はまあ8年前までは高齢者の方ばっかりの会社で、うん、若い人が少しずつ増えてきてるんですが、はい、まあ、そこに、ベテランの社員の人が、まあ、のリーダーがやってた仕事をこう移譲していくっていうのを今やってます、うん、ですので今はだいたい3人の、まあ、30代40代ぐらいの3人のリーダー、うん、まあ、これから工場長的な役割をしてほしいリーダーが中心になって全体を動かすっていうような仕組みをとってます、ね、そうは言っても皆さんきっと働きやすい職場で楽しくは楽しきっていうか、まあ、生き生きはやってらっしゃるんでしょうけど、物理的にやむを得ずその女性だったら育児だとか、まあ、高齢者の方だと体調がとか、外国の方だと帰ってしまうとか、障害者の方だとちょっときついなという日とかあると思うんですね。その穴埋めだとかそのシフト表の整備だとか、うん、なんか想像するだけでリーダーの仕事ってすごく負荷が大きい気がするんですが、そこの方のモチベーションだとか、例えば人事上なんか裁量をちょっと多めにするとか、何かこうやる気を継続するための秘訣みたいなの何かありますかね。モチベーション向上っていう話ではないんですけど、うんうん、まあ、そのリーダーにどれだけ負担がかかってるかっていうのを、例えば質的なものと量的なもので言うならば、量的な負担はあんまりかけないようにしてるっていうのは会社全体の仕組みの中でやっていて、それは結果として残業とか有給休暇とかの取得状況なんかで出てくると思うんですが、今リーダーでも残業は月 5時間は行ってないと思うんで、月5時間すごい平均ですね。いや平均でも何でも月5時間ってすごくないですか。リーダーで5時間ってすごいです。
そのぐらいですね。ですので、まず量的な負担はそこではかかってないということですね。で、質的な問題はやっぱり共有することが大事だと思ってるので、はい、リーダー同士の集まりを毎週やってるので、まあ、その中でリーダーの問題を一人で抱えずに、うん、まあ、私も含めて共有して一緒に解決するっていうようなことをしますね。うん、いや、そのどうして量的なものが5時間でとどまるのか、例えばその教育っていうものもあるし、前回お話しいただいたか、こうやってくださいって海外の方に伝えても分かりましたって言って違うことをやってたり、うん、その指導だとかフォローで目配り気配り、うん、すごく質的にまず負担が大きいですよね、うん、そこをカバーしたいだけのその量をなぜそんなに抑えられるのかが想像ができないんですけどすごいですよね。それはやっぱり仕組みだとかその 5S が大きいんでしょうか。どうなんですかね、その会社を良くしていくための活動って、まあ、10時間かけたらそれなりにだし、30時間かければその分良くなるかもしれないんですけど、はい、まあ、そういった活動する時間をある程度その定時の中で、うん、織り込んでるっていうか、仕事を回すだけで 100% になっちゃうと会社を良くする活動がゼロになっちゃうので、うん、はい、今は、毎週木曜日の午前中っていうのを例えば活動日っていう名前にしてるんですけど、それは会社を回すため以外の時間に使おうと、うん、その時間半日を使って毎週回す以外の仕組みを良くする活動をやろうっていうふうなことをリーダーの中でやっていて、うん、まあ、そういった活動によってただただこう仕事に忙殺していくんじゃなくて、会社を良くする時間を作れてるっていうことは、長い目だとそういう残業時間の削減とかにもつながってるのかなと思います。すごいですね。その定時間で普通そういうその間接的な活動っていうのは、事業はこう定時が終わってからやりましょうとか、いやこれなんで残業でみんな不満を漏らしながら、いい会社にする改善活動についてミーティング時間取るっていうのが私の知ってる中小企業さんのイメージですけど、それをその就業時間内に持ち込んだっていうのはすごく経営者としてすごいいい判断だなと思うんですが、実質その実際問題、いや実際それができるのかなっていうことで、例えば製造業って作って売らなきゃいけないじゃないですか、その稼ぐっていうことでは。そうするとそこで例えば納期があるし、まあ、あとはその受注してくる単価っていうのがありますよね。そうするとまあこれ本当は5時間で やらないといけないんだけど、やってみたらやっぱり8時間かっちゃったとか、10時間かっちゃったっていう、その穴埋めをやっぱり時間で補うしかないとか、例えばあと失敗しちゃったものの補いとか、どうしたって質でこぼしちゃったものを量で補うっていうのは出てくると思うのと、あとはまあ僕はちょっと今日のお話を聞くだけで判断すると、そういうもののフォローするのっていうのはやっぱりリーダーだったりベテランだったりっていう、誰かがどっかで尻拭いをしていくっていうことが出てきちゃうんじゃないかなってもうなんかやっぱまだまだなんだなって思いましたけど、そこら辺がどうしてそういうふうに5時間ぐらいの教養の中でできてしまって、なおかつまあ例えば儲かってるか儲かってないかみたいな形で言えば、それでもちゃんと事業が継続できてっていうのが、正直ちょっとこうイメージがすごく難しいですね。そうですね、機械中心の、うん、加工業であれば、うん、機械どれだけ動かすかっていうことに、うん、その付加価値の、売り上げにつながっていくと思うんですが、うん、プレスの場合は結構その人手でやる作業が多いので、うん、要するに人が何時間働いたらその分の、売り上げになっていくっていう方の売り上げの比率の方が大きいんですよね、機械よりもですね、はい、ですので人をどれだけ働いてもらうかになってくるんですが、それを残業して働いてもらうのと、うん、定時内で働くのと、うん、同じ1時間の価値はアウトプットは一緒なんですね。コストで言う、まあ、人件費をコストで言うんだったら残業した方がコストはかかるわけですから、経営的に見ても定時内で収まるだけの作業量を、人員を確保しておいた方がいいと思ってるのと、うん、あとはトラブルですね、うん、トラブルとかで突発的な、はい、残業せざるを得ない状況とかっていうのがやっぱりありますよね、うん、でその時に、うちで取り組んでるのは
あのカレンダーを2つにしてるんです。2つのカレンダーで、土日が休みのカレンダーと日月の休みのカレンダーを2つ作ってて、それを毎年3月に希望を出して、どっちがいいっていう希望を出して選ぶんですけど、まあ、3分の2ぐらいは、土日が休み、で3分の1が日月が休みっていうカレンダーを選んで、そうすると工場の停止は日曜日だけになるんですね。土曜日と月曜日は工場は動いてます、でそういう時にどうしても残業しなくちゃいけない時は、土曜日休みの人だったら土曜日に出勤してもらうんですね。で月曜日の休みの人だと月曜日に出勤してもらう、でそれはどっちかというとリーダーではなくて作業をしてくれる人、で特に外国の方っていうのは、休日出勤とか残業が厭わないですよね。むしろこう、喜んでやりたいと。それは聞きます。あの日曜日もいらないっていうやってる人もいるって言ってたんで。でそこであの出勤すると、もともと管理者リーダーはあの出勤してるんですね。土曜日も月曜日も、半分のリーダーが出勤してるので。ああそうかそうか。リーダーもどっち誰かはいるっていう、ね。誰かいるんです。でそこに作業する人が1人2人増えるだけなので、リーダーからすると残業を一緒にしないんです。あ普通産業者が残業するとリーダーも残業しますよね、で産業者が休日出勤するのはリーダーも休日出勤するっていうのが普通だと思うんですが、そういったずらしたカレンダーをしてるのでリーダーは休日出勤せずに産業する人だけが休日出勤するっていう仕組みで結構カバーできてるところは、なるほど。今のカレンダーの秘密はちょっと一つ大きいですね。1年に1回選んでもらう、ちなみに川田さんが残業毎月100時間超えてってことないんですよね。ないですね。まあまあやってますけどね。そうですか。ただやっぱりそういう意味で言うとリーダーって言っても縦割りじゃないんですね。基本的にリーダーっていうとみんな全部見れるみたいな位置づけですよね。どっちかがいれば見れっていうことですよね。できるようにって形で、結局縦割りのリーダーにするとそのリーダーってこう抱えてる仕事とか人によってやっぱり負担度が変わってきちゃうじゃないですか。リーダー間でのあのリーダーは休めるけどこっちのリーダー休めないとか、そのカレンダーでリーダーにとってもある日には自分しか出てない日っていうのがあるんですね。そうすると工場全体を私一人で見なくちゃいけないっていう日が出てくるので、リーダーの成長にもつながっていくっていうか、あ2人いるとどうしても上司のリーダーがメインになっちゃうんですけど、上司の方がいない日っていうのはどうしても毎週出てくるので、その日は全体の責任をこのリーダー若手のリーダーが負うみたいになるので、自動的に OJT にもなって、環境が人を育てるみたいな、そういう、環境にできます。そうですか。まあそれが全部じゃないと思うんですけど、その2つのカレンダーっていう1つのことだけとっても残業の時間の削減っていうのと、実はこう無駄な時間働かせるっていうことを防止してるから、多分それがこうコストをこう下げて、まあ結局利益のを生み出す源泉みたいのになってるんですかね。すごい秘密がちょっと分かった気がして、それであれですね、あの経済産業省 の, あのダイバーシティの、すごいですね、まだ神奈川で4社目の、しかも大企業さんなどがこうあって、それの中で4社目が御社ということで、そうですね、ありがたいことに今年3月にダイバーシティ経営企業100選という賞をいただいて、それで評価されたのは今あのお話しいただいたようなことがということですか。そうです、はい、多様な人材が働ける、まあ、職場環境を作って、なんかそこから価値を生み出してるみたいなことを、まあ、表彰する仕組みだし、そうですね、いやこの賞は、いわゆるこう元気なものづくりなんかよりも全然ハードルが高いと思うんですよ。理想とか夢では皆さん社長さん思ってるけどできないですよね、営利活動しながらっていうのはなかなかすごいですね。で基本的にこういう、あの障害者とかなんていうのは国がもう何割っていうふうにもう規制かけて進めていこうっていうふうにしないと、
結局は進めない、うん、進まないじゃんみたいな切り口だし、大企業はルールになっちゃったらしょうがねえやるかっていうような部分で、それをこうなんか積極的にやっていこうっていうのは、実は大企業だって、うんうん、なかなかこう腰が上がらないこうエリアのことだと思うんですよね、うん、ただずっと話聞いてて川田さんはそこにこう無事で飛び込んでいってるっていうか、なんかそこを積極的にこういじってるっていう風なイメージを持ったので、まあそれが結果につながってるっていうのはすごいですね。すごいすごいって言いながら、こうな何が秘密なんだろうっていうことがいまいちこう暴ききれてないんですけど、またちょっと別のタイミングにもお願いしたいぐらいですね。ただやっぱりなんだろうな、こう無理やりまとめるわけじゃないんですけど、はい、こう川田さんが今こう大切にしてるものって、うん、結局 何が一番大切ですか。うーん、なかなか難しい質問なんですが、うん、その障害者雇用とかそのダイバーシティみたいなことも、うん、世の中、まあ、地域貢献だとかっていうのが始まりなんですけど、でもなんでやってるのかなと思ったら、はい、それをやってるのが楽しかったりするんですよね。自分にとって、自分がそれをやって、まあ、いいことも悪いこともあるんですけど、いいことが起きた時にすごく楽しい嬉しいっていう気持ちでやってるので、まあ、だから続けられるみたいなところがあると思うので、う、まあ、だからもう これはこれで自分のこの楽しい気持ちを大切にして、まあ、もっといい会社を作っていけたらいいかなっていうふうに思います。楽しいってどういう瞬間ですか。そのなんか特に、まあ、こういうダイバーシティみたいなんだと、はい、そういう方が今までできなかったことができるようになっていく姿、はい、でそれが、うん、期待、何かその特にハンディのある方っていうのはなかなか苦手なところばっかり注目されてしまうので、うん、そういった方の得意なところを見つけて、うん、そこにいい仕事がこう結果を出してくれた時は一番嬉しいですよね。でその嬉しさを多分会社の中で共有してくれる人が多分いっぱいいらっしゃるんでしょう。リーダーさんとか含めて、はい、うん、まあ、最初のうちはいろいろこうなんで障害のある人ばっかりっていう人もありましたけど、でもそういう子たちが頑張ってまた会社の雰囲気も良くなっていくと、まあ、それを受け入れてきてくれてるっていうのが実際ね、それはですかね、川田さんとこの文化になっていくんですかね。うん、今後ますますその受賞もされて、どんな会社にしていきたいとか何かありますか。雇用っていうところではいろいろ取り組んできたんですが、はい、ものづくりの話に戻ると、はい、ものづくりとしてやっぱり永続可能な力を身につけるっていうのが、うん、今これから一番大事にしたい目標で、うん、まあ、そのためのことをこれからやっていきたいなと思ってますね。うん、例えばプレスという仕事はなかなか大量生産が得意な仕事なので、はい、まあ、日本にはなかなかだんだん減ってくる。そうですよね。で一方でその後継者問題っていうのもあって、うん、プレス屋さんも、廃業とかで減ってきてる状況で、うん、まあ、この先どうやってやっていくか、でそのためにしっかりうちがやんなくちゃいけないのは もちろん多品種小ロットなんですが、うん、と同時に、コストを、しっかりした海外に負けないコストでやっていくっていうことは、うん、必要だと思ってて、うん、まあ、付加価値を上げろっていうのとは別に、うん、コストを下げるという努力はまだまだできることがあると思ってて、うん、まあ、そこは IT の力なんかを使いながらなるほどやっていけたらなと思って、そこでやっとちょっと自分の前職のノウハウがここで活かせて、はい、なかなかこう、はい、もったいぶってるって言わないんだけど最後の最後でこう出してくるっていうのはこうちょっと視点が、うん、多分普通の人と順番違うのかなっていうのは思ったんですね。うん、今最後にものづくりって言われたのが、はい、こうものづくりのマイオピアじゃないけど、ものづくりしないとものづくりの会社できないんだとかいうところから入っちゃうパターンはもう本当に多いと思うのを、実は環境整備をしてそれでものづくりやるっていうのは順番としては僕はありだなと思うんですよ。はい、ものづくりから入っちゃうとやっぱり人の問題ってぶち当たっちゃって、結局人がいないからできないじゃんっていうところに
なっちゃう部分はあると思うんですけど、そうですね。あ、こうすると前職で長らくご経験されたことが生きていく、はい、満を持してここで出てくるっていう8年眠らせて熟成ですね。これは強みですよ。他の同じプレス加工屋さんにはできない、うんうん、あの強みの経営者が IT をもう存分に理解されててすごいことだと思いますね。いや、それで多分それが結果を出してくると、うん、多分社員の方たちもまた全然こう求心力とかも変わってくるんじゃないかなって思うんですよ、はい、で IT 系のことって知らない人はなんかよくわかんないなとか、うん、なんか大丈夫かこんなコンピューターなんてって入られちゃうよりも、はい、やっぱりもう多分川田さんのところの社員の方ってみんな川田さんのことをよく知っててて、うん、こういう人だっていうもう そのものができてて IT やるぞっていうのはもうその入り方も聞く方の聞き方も全然違うんだろうなって思うと、うん、なんかこれからますます川田さん独走体制に入ってっちゃうんじゃないかなって、はい、もうちょっと、思ったんですけど、楽しみですね。そうですね、ますます、はい、いややっぱ世の中広いし、はい、まだまだ勉強です。私も頑張りますみたいな。すいません、あの本当に短い間でいろんなことをお聞きしたかったんですけど、まあ、ちょっと時間の方がもうね、はい、これでなくなってしまったので、はい、川田さんのこれからをちょっとこう興味を持って関心を持って見続けながら、はい、もう一回ぐらい、そうですね、これやったよみたいなことをお話しいただく機会、はい、またいただければというふうに思いますんで、ありがとうございました。ありがとうございました。トモとリエコのものづくりサポーターズ、即日現金買取、日本全国どこでも無料査定、トラック買取センターアートフレンドオート、希少車、軽装甲車、カスタム車、仮装もしっかりプラス査定、高額買取手続き無料、自社直接販売だから高額買取が可能です。整備や修理も専門のスタッフにお任せください。高く売りたいあなたの気持ちに応えます。トラック買取センターアートフレンドオート。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。トモとリエコのものづくりサポーターズ、はい、2回にわたって川田さんの話聞いたんですけど、まあ、僕は正直言うとすごいユートピアチックな話にも聞こえたし、うん、実際自分の会社でそれができるかなって思いながらお聞きすると正直できないですよね、はい、ただずっと聞いててそれをこう本当に仕事としてビジネスとして回されてるっていうのをこう思い知らされた最後はどこまで行ってもちょっと斜視で質問してたのかもしれないんですけど、やっぱりそれを最後、あ、これはやっぱり回らされてるんだなっていうのを思って、改めてやっぱりいろんな切り口とかいろんな考え方、まあそれをやっぱり実現していくっていうことが、こう経営っていうことはやっぱり大切なんだなっていうのを思いました。10人十色というか、今回も本当私も強くこう感激っていうのかな、なんかすごい刺激、衝撃を受けまして、そうですね、あの職場で、まあ、環境って意味ですね、生物多様性っていう言葉もあるし、それであのどんな人も働ける指きたすでユニバーサルな世界っていうんですか、それをこう口では言ってもそうですよ、ね、っていうところが、本当にやってらっしゃるんで、今回のラジオを聞いてくださった方も何かこう考えるものになっていただけるんじゃないかなと思うんですよね。結構有限無実行のエリアじゃないですか、ここって、だけどそれをやっぱりあの実際にやれるっていう、なんかちょっと勇気ももらったし、やっぱりやらなきゃいけないんだよなっていうことも感じたし、そんなことをちょっとでもね、皆さんも感じてもらえたらいいなというふうに思います、はい、はい、ありがとうございました。今年も1年、そうですね、もう1年ありがとうございます、ありがとうございました。また来年もどこまで続けられるかわかんないですけども、お付き合いいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。